はい、こんにちは。いつもメッセージありがとうございます。そうですね、ネクストとエラいい方に向かっていると思います。まあ、ADA に関しましてはね、やっぱこう2023年に私は決済を予定してるんですけども、まあ今回のねコロナショックは予想外でしたけども、それでも ADA はもう不動のですね、こう上昇するんじゃないかなというところでございます。各暗号通貨ね、値下がりしているところ踏みとどまっていますし、やっぱり、ね、こういう時でも動いてる人勝ちなんでしょうね。で、今回の感染拡大に際しまして、おとなしくしないといけない面はあるんですけども、でも、ね、やっぱり、ね、力を貯めておくところは貯めておかないといけないのかなと思いますよね。もうね、ご覧のようにというかね、ずっとお申し出の通りなんですけども、この何と言いますかね、チャートですよね、ドル円の。今日なんて本当にスーパーチャンスが来たなっていう感じで、もうワクワクしてますよね。で、FX の力をつけとくと、結局通貨がある限りは世界中のお財布なんですよ。本当にね、ロスカットをされてる方にはちょっと非常に気の毒な話なんですけども、FX っていうのは結局相場を見る力、ドル円の強弱、それからテクニカルね、これを見る力があればそれで OK ですから。ですんでね、基礎的な用語とかフォーメーション暗記しておくだけでもうほとんど価値が確定しますんでね、もうそれだけですね。私も未だに難しいことわかりません。移動平均線の難しい理屈とか雲とかね、わかんないですね。ゴールデンクロスとかね、言葉知ってるだけで意味わかんないんですけども、言ってみればそういうこと学習しなくても全然いけるんだなっていうところですよね。ほんと坂田五法だけでいいんじゃないかなと思いながら今見てるんですけどもね。はい、今日もご連絡ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。お元気で。